はいどうもジュリアスです。ライダーズリパブリックやっていきましょうか。ちょうどマースレースが来てるんでね、それをやりに行きましょう。これを有効にしとかないとダメですね。サックダディのマースレースを3つ完了させるっていうのをね、有効にしといたらウィークリーチャレンジが有効になるっていうことでね、どんどんこれポイントを使ってねやらないといけないですからね。製品版になって初めてかな、マスレースをやるっていうのは。おお、64人集まりそう。おお、一気に来た一気に来たこのカオスっぷりがいいんですよ。あと一人、あと一人、あと一人来るか。集まったね。マッチ成功。Here comes the first round. マンモスレイダーはやったことあるやつかな。まあまだ全然製品版になって初めてのマスレースなんでね。おお、みんな色が違っていいですね。ちょっとね、今まではね、服が一色でしたけどね。やっぱな、開幕最初に頭に出ないと。いやー、厳しい厳しい、押されてる押されてる顔吸ってる顔吸ってる。押し出されたらな、もう一気に半分以下まで落とされますからね、やばいっすよ。めちゃめちゃ押されてる、カオスカオスすごいな、すげえことなってんなこれ。やーべ、もう全然スピードが出ない。いやー、ここや、やられんのは。40位まで押されたで今。うー、まだまだ今、ね、逆転狙える。まだまだコースは長いはずや。おお、危ない、痛い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 。もうコースがな、おお、すごいな、やっぱこのカオスっぷりが。痛い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 、ほんまほんまにゃ。流れに逆らったらあかんで、流れに逆らったら。痛い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 。おお、なんとかなんとか入れた。ここからはちょっと割とスピード勝負になってくるんちゃうんか。おお、なんかすげえ人がいるな。チキンチキン、痛い痛い痛い、やめな、チキン。よっしゃ、ここはスピードコースやから得意やぞ。行こうぜ行こうぜ、追い上げていこうぜ、うん、ぶつからなければいいね、ぶつからなければ。ここはまだ14位。えい、およよよ、危ない、いけるいける。これはおお、あ、やべ、雪がないとあかんねん、これは。雪があるところ、なんとしても雪があるところ。ああ、雪ない、コースが覚えらんない。あのピンクを取れればちょっと速くなりますからね。ウィハブはウィナー、早い、1位はもうゴールしました。オーケー、なんとか10位。まあ上位には入ってきたかな。ただ優勝圏内難しいなこれやっぱ1回こうコースアウトしたのが響いてますね。わお、もう1800点とかあるやん。1995、間違いなくプレイヤーですね、あの辺は。あ、ていうかもうプレイヤーしかおらんか、64人マッチしてるから。で、64人なんでね、ポイントは1ポイント差ずつになります。これを3ラウンドですね。デトンマニア、スノーとバイクか。お、まだここはスノーレースはちょっとレベル上げないとあかんから、まだ初期の人多いですね。あ、そや、これはスイッチするだけで速くはならんねや。なるべく人にぶつからないようにしたいけど、相手はない、飛んで向かってくるからな、危険っすよ。
左か。あんまり飛びたくはないんですよね。いやーバイクをいたすごい勢いで右に突っ込んでいったな。おお、一回入れたドリフトがめちゃくちゃ効くな、これこのバイクは。今10位か。やってもうた。下手にトリック決めてたらこんなことになります。痛い。バイクはやっぱ危険っすね。ほほう、21位か。やっべえぞこれは。はあ、何、あ、痛いちょっとスポンサー契約に目を取られてたあ、痛い。おお、ナイス。あんな避け方あんのか。何かを成し遂げたようやな。痛い。すんごいぶつかられる、このことすげえとこ通らせんなはい、バイク25位まで落ちたぞ。バイクはなほんま危険。右からの方がちょっと遅かったか、カーブが多かった感じか。21位、なかなか厳しい残すね。いやー落とされたけどな、ギリギリいけた。いやー19位、いやーダメだこりゃー。やっぱバック戻るやつを使ったら相当厳しいな。11位に交代。あー、やっぱあの人1位か。 This is the last round. Go for it. ラストやウィングで取り返したいとこやな。最前列頑張るぞ。プッシュ。最前列やけど速攻抜かれた。危ねえ、木にぶつかりそう。しかも見えない見えない。これは一人称視点にするべきや。あ、痛い。いや、一人称視点が正解かどうかは分からんけど。おお、よし、ガンガン抜いていこう。おい、ぶつからなければどんどん順位上がるから。ここは痛い。ちょっと今のはあんまりやで。痛い。突っ込まれた、事故や事故、完全に痛い。カオスすぎる、カオスすぎんぞ、やべえ。いや、これはちょっとな。え、ああ、いやー、俺は取り戻せんのか。ウィングはな、もう視点移動したら負けっすよ。視点移動したら自分の位置が分からなくなるんで、視点移動をせずな。いやー、ボコボコにやられたな。まあ、マースレースはね、ちょっと最初に上位に立てるかっていう運がね、結構絡んでくる部分でもあるから、
面白いっすよね。実力だけじゃ勝てないっていうね、まさにレースらしいレースっていうかまあ相当カオスっすけどね。よっしゃ、一人称に切り替えて、おーい、いやー結構早めに曲がっとかないと一人称視点ではちょっと曲がるのきついかもな。おい、ミスさえしなければどんどん順位上がるもんやで。で、ここでウイング来たか。ゴーゴーブーストで抜き返す。はい、めちゃくちゃ早い。うわー、ちょっとロスしたな。おお、そうそう、これ結構な、上を通るのが正解かな、これ。横から16位結局下がりましたね。10位以内に入れず、いやー難しい。いやー、どう、難しかったな。いいとこ全然なかったラウンド3はな、そう、バックこそ使わなかったものの、雪崩に巻き込まれたような勢いで連続ゴケが発生しましたね。立て直すよりバックした方が良かったのかもしれんな、ひょっとしたら。総合12位。おー、あの人が結局1位になりましたね。はい、ということでね、今回はマスレースをやってきたんですけど、どんどんみんな上手くなってギアも上がってね、ちょっとね、上位に食い込むのが難しくなってきましたね。ちょっと私もね、いろんなところを回って、ギアをね、上げてね、また挑戦したいと思います。ということでまた次回お会いしましょう。それではまた。